変形性膝関節症の患者は横脚ですので側関節は外範囲で低背骨していいることが多いですねですので手術をして膝がまっすぐになって踊骨が直立位で前方に傾斜するすなわち背屈しようとしても中間移動の可動域がなければやはり外反して背屈をする必要がありますので。 中間位での可動域を作っていく必要があります。中間位で背屈をするまず評価ですけども、このように中間位で背屈をすると元々側関節は背屈と外反を伴うものなので全可動域は行きません。大体健常者の場合は0度ぐらいで抵抗を迎えることが多いですが。 変形性ひざ関節症の患者さんでは中間位のまま上げるとすぐに抵抗感を感じてそこで可動域が制限されている場合が多いです。ですのでこの中間位でで度ぐらいいままは早く通過動域を作っていく必要がありますそのために一つの方法としては虚骨の内側が内に入るようなイメージ。 で誘導することによって中間位での可動域を作っていきます実際にはこのような位置で右手の親指側が内側の虚骨に当ててそのまま押し込んでいくような ではなくて中間位で背屈できるように右の親指側をしっかり押し込んでいくようなイメージで背屈運動を行って中間位での可動域をどんどん改善していくことが必要になってきます。